クリスティアン・ロールフスはドイツの画家である。ドイツの表現主義を代表する画家の一人である。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のグロース・ニーンドルフに生まれ、1851年に近くのフレデス・ドルフに家族と移った。15歳の時に木から落ちて大怪我を負い、療養中に医師から退屈を紛らすために絵を描く道具を与えられると絵の才能を示した。 1866年に実業学校に入学し、1870年に医師の義理の兄で文学者のテオドール・シュトルムがベルリンの画家に紹介した。画家はバイマルの美術学校に推薦し、歴史画家、人物画家のトゥマンの下で学ぶことになった。この頃は自然主義的な絵画を描いていた。別の病気の足の手術などで修行は中断するが1874年から、 再び修行を始めた。1884年からバイマルでフリーランスの画家として働き、印象派のスタイルで描くようになり、1901年にハーゲンの美術愛好家パトロンのオストハウスも訪れ風景画を描いた。1910年頃から表現主義の画家として認められ、1910年のダルムシュタットのドイツ画家協会の展覧会の審査員に選ばれた。 1924年に74歳でベルリンの美術アカデミーの会員に選ばれた。1927年からは冬を除いてスイスのアスコナで過ごした。1929年にハーゲンにクリスチャン・ロールフス・ミュージアムが作られた。ナチスが政権を得た後、大敗芸術に指定された画家の一人で、 1937年のミュンヘンでの大廃芸術展に出展されるためにハーゲンの美術館から450点の作品が押収された。1938年に作品の制作が禁じられ美術アカデミーから追放された。その年、ハーゲンで亡くなった。ありがとうございます。